らの一円玉が教えてくれた僕らと政治の関わり方だって。ホランさっきまで政治なんか関係ないわよって言ってた。偉そうに照れくさくなんとなく甘えてた。僕たちをはじめおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんそして選挙権のない若者これから駄菓子屋さんと運ぶ肉に握り込む子供たちをはじめこれから生まれる赤ちゃん今こそ僕たちは政治と関わり方をいいやというほどこの胸に感じてしまった。ああ思えばこの拙き春けきこの私の遺伝子をはかき集めればそうして記憶を手繰り寄せてごらん。アフリカヨーロッパモンゴルインド中国朝鮮鎖国黒船鹿鳴館コーンパイプにサングラスのマッカーサー。そしてこのくしくも平成元年日本国人民は手に手に一円玉を握りしめ長き占領時代を経てついに独立国となった。すべて一円玉が教えてくれた。そしてその人民の喜びと悲しみその一円玉が一番知ってる。そしてその人民の儚さ冷たさも一番一円玉が知ってる。捨てるに捨てられず財布の片隅机の片隅時には打ち捨てられたまま放射能や酸性雨犬猫の糞まみれゴキブリの踏みつけそしてこの世の中の酸いも甘いも噛み分けたその一円玉が僕らに民主主義を教えてくれた。そうだそうだこうなったら一円玉を日本国の首相にしよう。副総理には一円切手の前島氏とか文部大臣には二円切手のワン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 秋田県。そしてある晴れた日一円玉日本国首相はニッケルアルミをピカピカに磨き就任挨拶をする。人民による人民のための人民の政治チャリン。でも僕らはもう油断はしない。その一円玉もいつの日か百円玉へと格上げを狙ってる。そしていつの日か全国一円玉は一円玉の陶器をはためかせ大円弾となる。そして人民のためにと走り出して支配の支配の一円玉。まあいい心配事は先に取っとこう。今その一円玉が戦闘機で日本国人民をまことに独立させ民主主義への第一歩を歩み出させてくれた。ゴーゴー一円玉ゴーゴー一円玉ゴーゴー一円玉ゴーゴー教えてくれたって言えばその昔ビートルズが教えてくれた。なんてダサい歌を歌ってた誰だったかいた。そうインドやネパールから宇宙艦を教わるってやつもいる。そんなやつは思い切りガンジス川で片手片押し切り落として帰ってこい。そうだほらほらご覧たったの一円玉一件財布の中身を覗いてごらん。ほら一円玉がピカリと宇宙艦も政治も
みんな教えてくれるから。ともよい、今こそ一円玉を手に手に立ち上がれ。そしてそんなに欲しいというなら直接国会議事堂に持ってこう。あるあろう我々の国会議事堂正面玄関の前には大きなフクロウのレリーフがあるんだ。そのレリーフの下からぐるっと裏には東西南北一円玉を敷き詰めて、きっと綺麗だぞ。まるで 2.26 事件の雪の表のようにきっと綺麗だぞ。ニッケルアルミの渋い輝きは僕たちの国会議場、そうだよ僕たちの国会議場、僕たちの手に今こそ政治を。そう一円玉万歳、一円玉よえなれ、一円玉ゴーゴー。おお、あと忘れちゃいけないよ、民主主義の尊さを教えてくださった人たち、どうもありがとう。竹下君、江戸君、他の人みんなどうもどうもありがとう。大神玉永遠なれ、成田の鉄塔よ永遠なれ、天安門の民主の女神像よ永遠なれ。支配る支配る一円玉、おっと一円玉ありがとう。お互い頑張ろうぜ、車輪とね。一円玉が教えてくれた僕らと政治の関わり方、ありがとう一円玉。一円玉ガガ、一円玉ガガ、一円玉が僕らに民主主義を教えてくれたのさ、ありがとう。一円玉やったらよろしく言っといて。